渡るの同僚であるガクトが、チームメイトを単語一つで表現する企画で、実に的を得た回答をしてくれた。ちなみにガクトは、今季公式戦で、15得点6アシストの活躍をしており、中盤から前線までこなす、リバプールきってのユーティリティプレイヤーだ。そんなガクトが、次のように、チームメイトを表現した。サラーはエジプトの王様。ダイクはリーダー。マクアリスターは、インテリジェンス。そして遠藤は、成熟。確かに年齢は、すでにベテランの域に、突入しているが、とはいえまだリバプールに、加入して1年目。ましてや、リバプールはプレミアの中でも、適応が難しいと言われる、クラブの一つだ。今季で言えば、マクアリスターはともかく、序盤で活躍した、ショボスライも怪我から、復帰後は苦戦している。若手とはいえ同じく中盤の、ジョーンズやエリオットも適応には、遠藤の倍以上の期間を要した。さらに遠藤と同じく、アンカーとして期待されている、バイチェティッチも、前日復帰したばかりだが、守備の緩慢さが、目立ちクロップから叱責されている、様子がカメラで捉えられた。おそらくそういった背景も含め、ラクポは遠藤を、成熟と称しているのだろう。遠藤やマックの加入により、明らかに昨年よりも、中盤が安定したのは間違いない。その結果、前線にも後方にも好循環を、もたらしている。来季からは、新監督を迎えるリバプールだが、若手や新たな選手を試したい反面、間違いなく、彼らを支える成熟度の高い選手が必要なはず。2年連続で、新たなシステムのチャレンジを、強いられるわけだが、遠藤ならきっと、乗り越えられると信じたい。